はい、どうも、サシコンミュージックへようこそ。どうも、サシコンでございます。ですね、今回はですね、ちょっとレコード紹介というわけで、Amazon の方でね、予約しました。山下達郎さんの、Night on Time というわけで、もう、ほんと、時間通りって、みたいな感じの顔をしてらっしゃいますよね。可愛らしい。でね、なぜこれを買ったのかというと、山下達郎さんのね、レコードがね、毎月ね、新しくリマスタリングされて、発売されると。レコードと CD が。で、今回ね、ちょっと毎月出るってことなんでね、僕ちょっと買い集めようかなと思って、僕山下達郎さん好きで、で、俺ね、結構いろんなね、音楽を聴いてて、その中でもね、唯一、例えば、コウモトヒロト、マーシーとか、ミック・ジャガーとか言うけど、唯一ね、山下達郎さんってさん付けで言ってしまうんですよね、この方だけ。なぜか知らないけど。まあ、やっぱもう、すごいもう、ね、音にもこだわりがあってね、テレビは一切出ないし、ライブ DVD も出さないし、うん。サブスクも一切しないっていうのも本当ね、もうなんかね、すごい心がなんか繋がってるんですよね、そのこだわりが。僕もあんまね、自分のバンドでもサブスクとかはしないし、うん、ライブ DVD も出すどころか、まあ出せないんですけどね、まあ人気がないから。はい。でも聞いてね、やっぱ良かったっすよね、本当に。うん、音質もね、いいし、でね、まあレコードも 180g。180g ってことはもう今のね、レコードではね、180g がマックスなんですよ、重さが。重量版ですしね。それ以外で何かっていうとね、やっぱ7、80年代に出てた、パンクバンド、まあ、セックスピストルズとかクラッシュの初期のレコードとかってすごいペラペラなんですよ。でもね、やっぱ重量版になるとすごいガッツリしてるから、ほんとなんか最近のローリングストーンズのリマスタリングとか、オアシスのレコードとかも結構ね、重量版なんですけどね。やっぱこういう重量版ね、いいよね。うん、すごい聞き応えもあるし。うん。でね、やっぱね、今後ね、山下達郎さん、ツアーね、毎年なんかホールとかでいろいろやったりするんですけど、ちょっと実はね、9月のね、23日だっけ?なんか大阪でなんかライブやられるみたいで、で、それちょっとね、行ってみようかなと思って、ちょっとまだチケットね、まだ応募まだ始まってないんだけども、ちょっと動く山下達郎さんすごい気になるんで、ちょっとどんな感じなのかちょっとぜひ見に行きたいなと思って、今後ちょっとライブ行く予定でございます。ちょっとまたね、ライブ行くことが決まったらね、ちょっと報告して、で、ライブ行ったらね、ちょっと感想とかもね、ライブレポートとかもちょっとしていこうと思います。はい。というわけで、山下達郎さんのナイトオンタイム、時間通り、というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。